会議を行います。内閣総理大臣から所信について発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣菅直人君。国民の皆さん、国会議員の皆さん、菅直人です。6月に政権を担って4ヶ月、9月に民主党の代表に再選され、党と内閣の改造を行い、政権を本格稼働させる段階に入りました。有言実行内閣のスタートであります。何を予想するのか、一言で申し上げれば、これまで先送りしてきた重要政策課題の実行です。経済の低迷が20年続き、失業率が増加し、自殺や孤独死が増え、少子高齢化対策が遅れるなど、社会の閉塞感が深まっています。この閉塞感に包まれた日本社会の現状に対して、どの政権に責任があったか問うている段階ではありません。先送りしてきた重要政策課題に今こそ着手し、これを次の世代に残さないで解決していかなければなりません。それが有言実行に込めた私の覚悟であります。重要政策課題は経済成長、財政健全化、社会保障改革の具体的実現、その前提としての地域主権改革の推進、そして国民全体で取り組む主体的な外交の展開の5つであります。本日はこの5つの課題について私の考えを申し上げます。まず最初の課題は経済成長です。国内消費を取り巻く状況には厳しいものがあります。需要が不足する中、供給側がいくらコスト削減に努めても値下げ競争になるばかりで、ますますデフレが進んでしまいます。これでは景気は対応しません。供給者本位の見方から消費者目線に転換することが必要であります。消費も投資も力強さを欠く今、経済の歯車を回すのは雇用です。政府が先頭に立って雇用を増やしています。医療、介護、子育てサービス、そして環境分野、潜在需要がある仕事はまだまだたくさんあります。これらの分野をターゲットに雇用を増やす。そうすれば国民全体の雇用不安もデフレ圧力も軽減されます。消費が刺激され所得も増えます。その結果需要が回復し、経済が活性化すればさらに雇用が創造されます。失業や不安定な雇用が減り、新しい工場の取り組みなども通じて社会の安定が増せば、誰もが居場所と出番を実感することができる社会になります。こうした成長と雇用に重点を置いた国づくりを新設した新成長戦略実現会議で強力に推進してまいります。そのためにまず今から来年度に向けて3段階で成長と雇用に重点を置いた経済対策を切れ目なく推進しています。すでにその第一弾、急激な円高デフレ状況に対する緊急的な対応を実行に移しています。政府・日銀は為替介入
今後も必要に応じ断固たる措置を取ります。また即効性のある雇用対策に重点を置いて予備費9200億円を執行します。特に新卒者の就職に力を入れます。仕事を探す側、雇用する事業者双方の負担を軽減し、ワンストップで雇用をつなぐ仕組みを全国に展開をいたします。さらに低炭素産業の新規立地を補助して雇用を守る取り組みや地域の雇用を作る取り組みも盛り込みました。日銀に対しては政府と緊密な連携を図りつつ、デフレ脱却の実現に向けさらなる必要な政策対応を取ることを期待をいたします。そしてデフレ脱却、景気回復を軌道に乗せるため今国会での補正予算の編成を含む第2段階に入ります。中身が重要です。野党からの提言を踏まえ5つの柱からなる法案を整備を掲げました。第1の柱が雇用人材育成、第2が新成長戦略の推進、第3が子育てや医療介護福祉、第4が地域活性化社会資本制度と中小企業対策、そして第5の柱として規制制度改革に取り組みます。例えば再生可能エネルギーの利用拡大に向け全国買取制度の円滑な導入を目指すとともに、大規模太陽光発電や新エネ省エネ設備にかかる規制を緩和します。日本を国際医療交流の拠点とするためビザや在留資格との取り扱いを改善します。さらに雇用創出効果の大きい国内立地促進策を新設した円滑会議で早急にまとめます。いずれも国民生活に直結する課題であります。与野党間で意見交換を進め、補正予算を含め合意を目指したいと思います。第3段階はすでに作業を始めている来年度予算編成と税制改正であります。予算編成では元気な日本復活特別枠も活用し、需要創造や雇用創出を目指します。公認課税については税制の簡素化、海外と比較した負担といった観点から年内に見直し案を取りまとめます。ものづくりでもサービス産業でも業種を問わず新しい需要を引き出し、豊かで安心な暮らしを実現するイノベーションを起こすことが重要です。この観点から研究開発や人材育成も強化します。改めて申し上げます。今国会の最大の課題は第2段階になる経済対策のための補正予算の成立であります。そして、きれいなく第3段階に進み、新成長戦略の前倒し実施により、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていきたいと考えます。ぜひともご理解、ご協力をお願いいたします。2番目の重要政策課題は、財政健全化です。現在の財政状況を考慮すれば、どこかで持続できなくなります。政府は6月に財政健全化の道筋を示した財政運営戦略をまとめました。2014年までに基礎的財政収支の値を対 GDP で今年度の半分にし、2020年までに黒字化を達成するものです。大変高い目標ですが、成長と雇用拡大を実現しながら一歩ずつ達成を目指します。最初の一歩が無駄を徹底した削減を含む
説明し、支給の方法や対象を含め、国民の皆さんが納得できる政策に仕上げてまいります。歳出の見直しは、単に切り詰めることが目的ではありません。行政が利用者の視点に立ってサービスを提供し、より効率的に奉仕する体制を作ることが重要であります。公務員制度の改革もこの目標を共有しています。国家公務員の総人経費の2割削減と合わせ、一体的に取り組んでいきます。また、国の出先機関の統廃を含め、各部署の機構や定員をスリムにします。公務員諸君に改めてお願いします。行政のこととして、皆さんの心構えが今問われている、そのことを伺おうしていただきます。社会保障制度がしっかりしなければ、国民の将来に対する不安は拭えません。この不安が、消費の低迷、経済の停滞の背景になっています。改革を急がなければなりません。一般論として、多少の負担をしても、安心できる社会を作っていくことを重視するのも、それとも、負担はできるだけ少なくして、個人の自己責任に多くを任せるのか、大きく2つの選択があるわけです。私は多少の負担を国民にお願いしても、安心できる社会を実現することが望ましい、このように考えております。まず、求める社会保障の姿について議論を進めます。安定した年金制度や重要な内容、介護、福祉サービスを確保していかなければなりません。高齢化などに伴い、今のままの社会保障費は毎年1兆円以上増を加えてまいります。さらに、新たなニーズも生じています。孤立したお年寄りを守る、女性を優雅支給計画から守る、子どもを貧困や虐待から守る、あらゆる人を自殺や災害から守る、強者の論理ではなく弱者に寄り添い、こうした課題にも応えなければなりません。社会保障の基盤となる番号制度をどう整理するかを決めることも必要であります。個々の課題にバラバラに答えればしても根本的な解決策がありません。政府は社会保障改革の全体像について必要とされるサービスの支援の内容を含め、国民の皆さんに分かりやすい選択肢を提示していきたいと思います。その上で国民の選択にあたり、社会保障に必要な財源をどう確保するか、一体的に議論する必要があります。消費税を含め税制全体の議論を進めたいと思います。結論を得て実施する際には、国民に信を問うというこの方針に変更はありません。当然、与野党を超える議論が不可欠です。それにおいて、政府与党であらず、社会保障、改革の全体像を検討する場を設け、その上で、与野党の皆さんとも意見交換をしていただきたいというふうに考えております。子どもの子育て支援にも普通に充実できていると言います。どの子どももこの国の将来を担う宝です。家族だけでなく、地域、さらには国で大切に育てなければなりません。高校の授業料実施無償化を着実に実施し、子ども手当や現金給付と保育所の整備などの現物支給のバランスをとって拡充する方針です。要保育体を含む法案を来年の通常国会に提出する準備を進めます。少子高齢化のもとで労働人口が減少し始めております。待機児童の解消を急ぎ、働く女性を応援し、男女労働参画を推進します。医療の3つの重要政策課題の解決にあたっては、
権改革の推進が鍵となります。地域が主役となって特色のある産業振興や住民の要望に応じた社会サービスの提供ができるよう我々の世代で確固たる実績をつけなければなりません。残念ながらこれまで時間のある変化は続いておりません。壁を打ち破るためまず地方自治補助金の一括交付金化に着手いたします。来年の予算では各府省の枠を超えて投資的な資金を集め自由度の高い交付金に再現します。地域で霞が関の発想に縛られない独自のモデルを構想していただきたいと期待するところであります。国の出先機関が使う事務権限以上については各府省が検討結果を8月末に提出しましたが不十分でありやり直しを指示をいたしました。横断的な事業指針を示し年内を目標に検討を進めます。5番目の重要政策課題は主体的な外交の展開です。今日の国際社会では安全保障の面でも経済の面等でも歴史の分水嶺とも呼ぶべき大きな変化に直面をいたしております。新興国の台頭で世界の力関係も変貌を遂げてきております。我が国周辺地域に存在する不確実性不安定性は予断を許しません。海洋活動の
懸念を表しております。正確な政党は歴史的にも国際法的にも我が国固有の領土であり、領土問題は存在をいたしません。政府の意見は我が国の国内法にのどり粛々と処理したものであります。
この国の政治を続いていく、真の国民主権の政治に向けて共に頑張りたい、そのことをお願いして、私たちの中心をお願いしていただきます。ありがとうございました。